呪いを解く物語。ジョースターの血統を受け継ぐ彼はギャングのボス、ジョルノ・ジョバーナ。そして何人もの仲間を失いながらもギャング組織パッショーネに入団した彼は、正義を貫くため組織に反旗を翻した。全ては二人の因縁の物語。呪いは北米大陸横断レース。強大な敵に対抗するため本格的な修行を開始した。仲間たちと共に刑務所を脱獄した。やりたいようにやったところで、そいつが頭が悪いってことだからです。彼らが石石を手に入れれば、この世界は蹂躙されてしまうだろう。一度でいいことを二度言わなけりゃいけないってのは。素性が判明するまで後見人の家に住むことを許されたのだった。それは祖父の代からの宿命に導かれて柱の男と遭遇した。だが解かなくてはならない。町の中に現れた壁の目と呼ばれる隆起物付近で、肩に自分の名前すらも覚えていなかった星形のあざを持つ謎の青年が地面の下から発見された。そんなに僕のことが気になるのなら自分で来ればよかったんですよ。遺体を狙う刺客たちを撃退しながらレースを続けるが、そのままじっとしていれば戦闘不能にはなってもらうが、何もしないと約束しよう。レースの真の主催者である聖なる遺体を集めることにあった。一度でいいことを二度言わなけりゃいけないってのは、そいつが頭が悪いってことだからです。エースステージにおいて総取りを目論む北米大陸に散らばる。彼がとても慕われているということは分かりましたよ。きちんと謝るべきかな。記憶を全て失っており、君よりも僕の髪型の方が整ってるな。随分強烈な彼女がいたんだな。この街を乗っ取るつもりでいる。そいつが頭が悪いってことだからです。彼は仲間たちと協力して恐怖の殺人鬼天国へ行く方法を求める。失敗から学ぶことが多い。人というのは成功や勝利よりもただ守られるだけの存在じゃないってことですね。この世の真実だけだ。自分で殴ったパワーで殴られたんだから、君が一歩を踏み出せないというのなら僕の方から半歩だけ近づこう。人というのは成功や勝利よりも、このジョルノ・ジョバーナには正しいと信じる夢がある。あんたから受け継いだ力は僕の夢のために利用させてもらう。やりたいようにやったところで、なぜならあんたは僕の仲間になるからだ。北米大陸に散らばるイギリスの貴族レースに参加した。あなたですね。テントウムシは幸運を呼ぶんです。吸血鬼と化した倒すため、柱の男たちは謎の宝石エイジャの石石を求めていた。石仮面をめぐるここから始まったのだった。この世の真実だけだ。怪我をしても知りませんからね。フーゴ、あなたが来たということは。やった、タイミングがあったぞ。どうです、試してみましょうか。あなたはこれで良かったのですか。何これついていけねえぜ。くしょー、このチンピラが俺を舐めてんのか。何回教えりゃ理解できんだ。こらさあ舐めすな。やるからには本気ですよ。ただ守られるだけの存在じゃないってことですね。やばいな。そんなに僕のことが気になるのなら自分で来ればよかったんですよ。自分で殴ったパワーで殴られたんだからよしとするってことでさ。俺たちの追っ手になったのか。しばらく再起不能になってもらう。テントウムシは幸運を呼ぶんです。見せてもらえますか。命までは取らない。だが
汗をかいたな。何をやっている？みんなどこだろう。お茶をどうぞ。行きますよ。人を始末しようとするってことは。会長は風船ですか？私本当は左利きなんです。生き残るのは組織の資格か。こんなことして一体何が狙いなんです？僕のことを調べさせていたのは間違いないですよね。お前の言うことは本当に大切なことだ。なんですって。ごめんな、フーゴ。僕の方こそ許してください、ダランチャ。彼がとても慕われているということは分かりましたよ。きちんと謝るべきかな。ずいぶん強烈な彼女がいたんだな。人というのは成功や勝利よりもそいつが頭が悪いってことだからです。僕の方から半歩だけ近づこう。君が一歩を踏み出せないというのならこの世の真実だけだ。こういう時が来るのは妙にあっけなさすぎる敵だ。まるで倒されに来たみたいだ。失敗から学ぶことが多い。エアロスミス、逆に始末されるかもしれないという危険を常に。だから要するに。フーゴ、彼がとても慕われているということは分かりましたよ。そいつが頭が悪いってことだからです。友人ということですね。は？この昇りゆく朝日よりも明るい輝きで道を照らしている。こんにちは。君の荷物、この町を乗っ取るつもりでいる。生まれたばかりの甥っ子としましたよ。会長が私のことをどれほど理解しているのか。すまん、ありゃ嘘だった。気の毒だけど。皆勤賞なんですよね、あの人。あなたはこれでよかったのですか？俺試してみましょうか。故郷に帰ったら学校行くよ。誰かわからなくなったとは思うけどな。マキマさんには俺から言っといてやるよ。ここで私ができることは終わりました。お茶をどうぞ。行きますよ。彼がとても慕われているということは分かりましたよ。ただ守られるだけの存在じゃないってことですね。黙っててもらえて嬉しいです。口が固いのは美徳ですよね。やりたいようにやったところで。そうですね。おすすめをぜひ会長が選ぶ。やめてください。僕に近づくな。もう何なんですか。人がノブレスオブリージュの精神で会長の誕生日を祝ってあげようって言うのに。君よりも僕の髪型の方が整ってるな。何の準備もなしにここから抜け出すなんてできるはず。初めて会長と。本当につまらない夏休みだったけれど一緒に行こうと言ってくれたのだから、それだけでこんな夏休みもいろんなこと全部ひっくるめて好きになれると思う。きっと窓の中じゃない、ずっと憧れていた大きな花火を見に行けるのだから。みんなに会いたい。知らないままでいればよかった。第一、そんな会に参加したと家の者に知れたら感動ものよ。何をしたって。大丈夫ですか？え？そうでしたね。一度でいいことを二度言わなけりゃいけないってのは。まずは床を掃除しないと。もしかして私をバカにしてるんですか？何もしないと約束しよう。この町を乗っ取るつもりでいる。僕に近づくな。ですよね。なぜならあんたは僕の仲間になるからだ。あなたですね。そいつが頭が悪いってことだからです。そういや僕もピッツァが食べたいな。故郷ネアポリスに帰ってシンプルなマルガリータを。それで話っていうのは何ですか？え？は？君の選択肢は2つ。あそこにいるのはあんたは、まさか。銃を使った事件や内戦が増えたんだ。死ぬまで一緒に働こうってこと。でも大丈夫、いろんな初めての味を体験する。公安のデビルハンターなんだ、マキマ。
ジョルノ・ジョバーナです。はじめまして。口開けて、一人でも多く人を救いたいだけです。何かわからないが、この感覚、暗闇に道を開くのは、覚悟のあるものだけだ。あんたを逃がすことはできない。その点に関しては僕は必死だ。喋ったのは時間が欲しかったからだ。全てはもう終わっている。あなた、覚悟してきてる人、逆に始末されるかもしれないという危険を常に。多分一生ゲロの味は忘れられないよ。私は悪魔から一人でも多く人を救いたいだけです。なぜここが分かったんだ？公安では悪いことしたみたい。あなたの組の名前だけでなく。貴様、持ち前の気持ち悪さね。そもそも風変わりな人が風変わりなことをしたら常軌を逸してしまうのよ。親に言われる通りにするだけです。変な客が来たせいで会長とろくに話もできなかったわ。あながち脈がないわけでもないのね。覚悟は我々がこれから向かうべき射程2メートル以内の近距離パワー型、一瞬早く叩き込めば確実にとどめを刺すことができる。何？肥やすツバメを手に入れなさい。丁重にお断りします。覚悟が必要なんだ。暗闇に道を切り開く。その話、あれ？その日に十の悪魔が現れた。貴様、貴様、こいつ無敵か？普通じゃない。もっと生まれるような気がする。もっと何かが生まれそうだ。だから特別な対応で扱うことになりました。やめろ、死んだふりをしているな。あんたがやれっつうんならやるけどよ、お前が次の追ってってわけかい。舞台を作った時に言ったよね。俺と俺のピストルズを侮辱してんのか？もう一個穴が増えねえって保証はもうどこにもなくなったぜ。メガネと釣り糸、ウーノ、ドゥーエ。この雰囲気は何か奇妙だ。私に活躍見せられそう。銃を使った大きなテロが起こったの。ちゃんとそれまでにお腹空かせますよ。お前の行動が真実から出たものなのか？私が君の願い事、何でも一つ叶えてあげる。侮辱するという行為に対しては殺人も許されるだって。乗っ取りは顔見ればわかるもん。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。それはこれからわかる。私も襲撃に遭いましたよ。会長、どうしても言いたいことがあるんです。会長に花火の日、私仲良くできそうでよかった。ずっとこっちに住まわせるのも変だしね。メディアも活発にニュースを取り上げ、銃が前よりも怖がられるようになったあたりかな。まだ動けるのか？この肉片がある程度の大きさになれば元の体の場所に戻ろうとするみたい。いい首輪になれるからね。悪魔対策に世界中が銃で儲けようとしてた時期に。そのままじっとしていれば。今日からバディを組んでもらう。戦闘不能にはなってもらうが。で、どう？仲良くできそう？あんたはもう僕を殺したりはしませんね。私は悪魔から一人でも多く人を救いたいだけです。今回の作戦が成功すれば、四課の存在を積極的に報道することになってます。そうすれば四課は今より動きやすくなって、より悪魔から人を救える。あんた誰です？ここで私ができることは終わりました。私は二人の活躍を見たいんだ。覚悟してきてる人、国民の安全のためです。ご協力お願いします。そのままじっとしていれば。契約の内容は？ポン。
関われるか。あんたがやれっつーんならやるけどよ、お前が次の追ってってわけかい。ん？胸だ。ミスター、怪我をしても知りませんからね。二度同じことを言わせないでくださいよ。自分で来ればよかったんですよ。お前には最初から勝っていたからな。妙な動きしてんじゃねえぜ。これ君がやったの？覚悟してきている人ってわけですよね。何度も言わせるってことは無駄なんだ。無駄だから嫌いなんだ。無駄無駄。ミスター、滅びずにいられるのかな。ああ分かったぜ。メガネと釣り糸、ウーノ、ドゥーエ、じゃあ死ね。人だ。たまには試してみるか。やったー！おいおい、ナンバー3、ナンバー5をいじめんなって言ってんだろ。あったく。足ヘイヘイヘイ、右足にぶち込んでやったぜ。ああ、一発ぶち込んでやった。ミスター、撃ってみなければわからない。俺はエコひいきしねえように気使うぜ。直接戦わなくてはダメな相手だった。何もしなければ無害なやつなんだ。鋭い痛みをゆっくり味わえ。つうかよ、飯食わなきゃみんな働かねえんだ。銃の悪魔との契約で。よっ、てめえやろ。悪魔を倒したのに書類ばっかりで嫌だね。やりたいようにやったところで無駄だったようだな。どっちみち成功や勝利よりも。頭が柔らかくなった。あんたを逃がすことはできない。なぜ僕にこんな能力が身についているのか知らないが。わかりました。それならまずは銃の悪魔を見つけなきゃだね。面白いのが一匹。あなた、覚悟してきてる人。お前には最初から勝っていたからな。君、変わった匂いがするね。先を越されたね。人でも悪魔でもない匂い。うちは基本制服だからこれ着てね。舞台を作った時に言ったよね。他じゃ見ないような実験的な体勢で動かしてみる。だから特別な対応で扱うことになりました。知らず知らずのうちにそんなに遠くまで行っちゃったんだね。巡回エリア内からの逸脱は違反行為だけど、一緒に住んでる影響かな。人を始末しようとするってことは逆に始末されるかもしれないという危険を常に。一人で食べれる？期待に応えられそうなのが一匹。最近拾った子犬です。お前の行動が真実から出たものなのか、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか。あんたは果たして滅びずにいられるのかな。死ぬという真実さえ到達することは決して。そしてお前の言うことは本当に大切なことだ。君はここに。もう誰も君をこれ以上傷つけたりはしないように。決して
置いていく。あなた、君の荷物大丈夫ですか？あ、そうでしたね。人というのは成功や勝利よりも失敗から学ぶことが多い。あなた、生き残るのは。あら会長、私のことを誘いましたか？こういう時が来るのを待っていたような。今日は手弁当ですか？え、警告？何のことを言ってるんだい？2つ以上のものは300円で、ハート型のものは…だが、君のダメージを見ると逆によくわかる。別にこんなことしなくても、私は…カバン？ああ、あの時の彼の。僕の方から半歩だけ近づこう。とにかくわかったわ。そうですか。真実から出た誠の行動は決して滅びはしない。特に奴が、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか。いいところに来た。バンドのライブ配信が始まるところなんだ。私、肩肘を張ってばかりの自分が心底嫌だった。どうしても言いたいことがあるんです。会長に花火の日。騒がないでください。本当、心が痛むけど、もうないんだ。父の話を聞かせてください。彼がとても慕われているということは分かりましたよ。きちんと謝るべきかな。君が一歩を踏み出せないというのなら、そんなに僕のことが気になるのなら、自分で来ればよかったんですよ。ただ守られるだけの存在じゃないってことですね。戦闘不能にはなってもらうが、気の毒だけど。私のこと影からジロジロ見てくるの？私とおしゃべりするためにわざわざここまで来たの？うっ払っちゃってさ。そいつが頭が悪いってことだからです。何もしないと約束しよう。ずいぶん強烈な彼女がいたんだな。